い。チャオチャオ見つけちゃおう、チャオチャオ教えちゃおう、こんなこと闇に紛れて何かが起きてるかも。番組登録よろしくね。チャオってことで、良い子の皆さんこんにちは、政局ウォッチナウです。いよいよ今日から本格論戦、通常国会の最初の山場を迎えました。今週週明けの月曜日27日から安倍総理ら全閣僚が出席し、衆参両院で相次いで予算委員会が開催されます。今日ですね、衆議院の予算委員会が行われて、桜を見る会問題や、カジノを含む統合型リゾート、いわゆる IR 汚職事件、それから、昨年ですね、臨時国会中に辞任閣僚らの公選法違反疑惑などをめぐり、こちらの方をですね、安倍総理と野党の攻防、このあたりがですね、今日の国会の見どころといったところですが、まあ、このあたりをですね、今日は国会クラスターでおなじみの歌丸ちゃんとともに解説していきたいと思います。まずちょっと冒頭、私の方から簡単に解説させていただきたいと思いますけれども、数々の疑惑が従来の説明通りですね、まあ、総理は今日の、予算委員会繰り返してて不誠実な印象を受けたんですけれども、この与野党、今日の衆院予算委員会午後からですね、枝健二さんをトップバッターに、予算委員会初日が始まったんです。この日の焦点は安倍総理の説明責任だったわけなんですけれど、国会審議でですね、首相がその責任を果たして本当に果たしたかどうか、国民は納得したのかどうか、今日はそのあたりも歌丸さんとお話ししていきたいと思いますけど、とにかく野党で質問がね、集中したのはやはり桜を見る会問題でした。総理はですね、この問題に対して一問一答形式のいわゆる予算委員会の答弁に立つのは、実になんとですね、去年の11月8日以来なんですね。これ参院の予算委員会以来で、衆議院ではもう本当今年になって初めてなんです。首相は記者団などに対して国会から求められれば出て行って説明するのは当然のことだと言っていたんですけど、まあ、どのような質問するのかなと見てみましたけれども、まあしかしですね、予算委員会始まって蓋を開けてみたら、ね、久米の発言もありましたけど、これまでね、なんていうか、納得したものを国民の皆さん、今日本当に桜を見る会の疑惑追及で、なんかすっきりしたんでしょうか。まあ、そのあたりしっかり聞いていきたいと思います。はい、ということでですね、歌丸さんをお呼びしたいと思います。歌丸さん、よろしくお願いいたします。はい、良い子の皆さん、こんばんは。政局ウォッチナウです。今日はですね、なんと国会クラスターの良い子の皆さんにおなじみの歌丸さん、歌ちゃんこと歌丸師匠、お越しいただきました。歌丸さん、あ、どうもお世話になってます、歌丸です。あ、皆さん、良い子の皆さん、歌丸ちゃんです。ナウナウということで、はい、ありがとうございます。はい、遅くにすいません。歌丸ちゃんナウということで、ちょっと待ってくださいね。今なんかツイッターがなんか遅いです。なんか雪がね、今日は本当寒いですね。そうですね。こんな雪の日にね、桜吹雪じゃなく粉雪舞う時にね、はんなりと、今日は歌丸ちゃんと楽しくチャオの政局ウォッチナウです。今日はですね、歌丸さん、予算委員会、もう最初のね、通常国会最初の今場、与野党の攻防、いよいよなんか国会らしくなってきましたね。そうですね。でも、本番は2月だから、今日はまだね、序盤ってとこですよね。序盤、まあ、最初の攻防が始まるって言ったところですけれど、まあ、今日の初日見ていかがでしたか。今日の安倍さんはなかなか面白かったですね。はい、今日の安倍さん、そうですね、そうだそうだ、歌丸さんにちょっと、そうだ、国会クラスターの方はね、歌丸ちゃんは国会に住んでいるんじゃないかとかね、良い子の皆さんの間でも、なんかちょっと自己紹介の新聞でね、歌丸さんの記事をご覧になったというね。あ、そうですね、それも去年でしたね。はい、じゃあ自己紹介みたいな、はい、簡単な歌丸さんの自己紹介お願いします。はい、国会になりたい17歳です。イエイ。で、
趣味は国会で、好きなものが国会で、国会になりたいんですけど、はい、帰ってきてビールを飲むのが一番の幸せです。はい。あの、永遠の17歳っていうことでね、お酒は二十歳からですからね、歌丸さん。あれバレちゃったみたいな3回目ぐらいの17歳だといけると思ってましたね。そうですね、もう気は心ですからね気は心、はい、良い子の皆さん真似しちゃダメですよ、はい、良い子の皆さんね、まあ、歌丸ちゃんとはね本当に、そういえばあの今日はみこチャンネルのみこちゃんがもう全国でもう共同通信配信で全国各地の良い子の皆さんの地方紙にあの新聞が載りました。はい、うん、あの本当にあの今政治系 YouTuber どんどん増えていく中であのみこチャンネル大先輩ですけど、うん、そういえば昨年のね埼玉県知事選で本当3人で女子会のように楽しかったですね。楽しかったです。また、うん、またやりましょう、うん、はい、あのそんな中で歌丸さん早速今日の、まあ、安倍総理点数つけたら何点ぐらいですか。点数というかね、まあ、点数って言っておかしいけどちゃんと国民に答えてた感じしました。あ、私なんかからすると、うん、答えてない、答えてないプリーが、うん、なんかどんどん板についてきて、うん、そういうのでレベルが上がってる、ね、レベルが上がってる感じはしましたよね。もう今日あの黒岩さんの時のあのキューベとかね、もう本当にデータ来たって感じでしたけれどね。それをやっちゃいけないんだけどなと思うんですけど、うん、委員長も止めないですしね、うん、ああいうこと始めちゃっても本当です ね、 ね、なんかフローラさんが聞いたことに答えるんじゃなくて、うん、自分が言いたいことを言っちゃってるので、うん、あのそれはでもまあ安倍さんはいつもそれやっちゃうので、うん、ね、それはダメなんだよって誰も教えてあげないのか心配になるんですけどね。はい、あの今日はどんなところが特にあの見どころというか注目してたというかツボにはまりましたか。あ、ツイッターにも書いたんですけど、うん、やっぱり旅行代理店ですかね旅行代理店桜を見る会ですね。なんと桜を見る会ちょっと皆様に解説しますと11月9日にねあの、まあ、あの予算委員会でもこれ参院で本当衆議院でこの桜を見る会について審議されたの今回初めてなんですよね。そうですよ ね、 ねあの5月の宮本さんの時なんかは全然話題にならなかったので、はいはい、もうね、そうですね、今回ちゃんと安倍さんとできたのが初めてですね、初めて。実はね、皆さん野党合同ヒアリングとかも30回もね、まあ、横演習じゃないけど 野党合同ヒアリングで見てるからこう桜を見る会ってもうなんかお話しされてるように思ってるけど実は衆議院の予算委員会でねあの本当に安倍総理に対して質問して野党が正すっていうのはこれ初めてなんですよね。うん、はい、そうだからそういう意味ではまあ皆さんあの真下ね宮本徹さん共産日本共産党の宮本徹先生があ質問に立ちますけど、うん、まあ今日の桜を見る会はこう歌丸さんからしたらあれも聞いてくれたこれも聞いてくれたってところがありました。どうでしたか。そうですね、うん、一番聞いてほしいなっていうか一番私が心配ってか思ってるのが、うん、本当にこれを官僚の人が勝手にやってた方がまずいと思ってるので、もう官邸とか菅さんとか安倍さんの指示でやってる方がまだマシで、本当に勝手に官僚の人が忖度でも何でも勝手にやってしまったら、はい、これはもう与党にもコントロールができないってことじゃないですか、はいはい、それをまずいと思ってるんですけど、なんかそれを与党の人とか安倍さんとか菅さんは分かってるのかしらと思って、ちょっとそれが一番心配でそういう話にまでいかない、はい、安倍さんがああいう答弁をしてしまうので、そういう話になかなかならないのがちょっと聞いてて歯が良いかなと思うんですけど、歯が良いかなっていう感じ、うん、まあ、あの茶を的に壺にはまってったのはやっぱりねあの見せ場っていうのが野党も必要だと思うんで、うん、NHK の国会中継あのテレビも入りますよね予算委員会ですからこう、はい、広くこう、ね、国会クラスター我々みたいにこう国会ウォッチャーですとあのいつも国会は頭の中にあるんだけど、ね、皆さんの中にこう IR 汚職とかね桜を見る会ってこう日本全国つつ裏裏までねあの浸透してるかどうかっていうとやっぱりこうテレビで今日本当に集中審議見てた方も結構ラジオなんか聞いてらっしゃる方も多かったと思うんですよ。それであのやっぱりね私なんかは、まあ、これ、桜を見る会もだしトランプ大統領と の、 あの IR 汚職の問題の話の中で、はい、トランプ大統領となんかあの訪米した時の朝食会でね、14人と朝食会
をして、その中のなんと3人がカジノ業者だったとか、やっぱこう数字の事実をちゃんと積み上げていくこととか、うんうん、例えば1億5000万円についてもちゃんと正したり、これ河合夫妻ですけど、まあ、こういうことを一つ一つやっぱりきちっとこう言って、こう皆さんのこう記憶に印象付けるっていうのかしらね。ああ、そうですね、手切りの時はそういう次になっちゃいますよね、やっぱり。そう、14分の3なんだとか、1億5000万とかね、そう、やっぱりこうそういうのすごい大事だなと思ったりとかしながら、うん、まあ、あのつくづくだけど、私なんかまだ聞いてほしい質問、 IR 汚職もこれ聞いてよって思うようなのがまだズドンと、なんかストライクが入ってない感じがして。そうですね、うん、IR はまだこれから、うん、なんか投球練習っていうか、まだなんかちょっとボールカウントのまだなんかちょっと2ストライク3ボールぐらいでまだちょっとダメだなって感じが。でもこれからちょっと肩慣らししてしっかりこう詰めてってほしいなと思いますけれど。そうですね、でも IR みたいにやっぱり調査がもう始まっちゃってると、なかなか答弁がね、はい、どうしてももらえないんで、そうですね、あれですけど、せっかく中止法案まで出してるんだから、はい、もうやらないとダメでしょうみたいなところはありますよね。まあ、でも総理をしてね、捜査中だからってこう言っちゃうと、もうみんなで口にチャックみたいな状態になります。まあ、総理がどうこう捜査を歪めちゃったりしたらもちろんあのいけないんですけれども、ただやっぱり一般事例としてはやっぱりこうね、もう少し党の我が党の人間自民党総裁として申し訳ないとかですね、まあ、そういった、ちょっと今日は申し訳なさそうがちっともなかったですね。そうですね、あの杉田水脈さんのね発言なんかに対しても、うん、あの特に そ, うあのそこのところもちょっと逃げてもどう答えるかなとかって聞いてたんですけれど、あの割とちょっといつも通りの答弁に終始してた感じがしたので、うんうん、ああいつもの定番の答えしか言わないかなみたいな感じでしたね。そうですね、うん、もうちょっとでも IR はやっぱりそういう検察が調べてるから、うん、調査あのね捜査中だからって言ったら、じゃあ絶対にこう公平にやったってなるまで止めてもいいんじゃないのっていうのはありますけどね。いや、そうですよね。あのだったらじゃあ、うん、その捜査中っていうんだったらカジノそのものも止めなさいよって感じですよね。そうですね、私はあんまり何か政権に賛成とか反対とか特にないんだけど、うん、やっぱりカジノはちょっと心配だなとかって思うところがあるので、うん、本当ですね、あんまりどうなのかな、こんなね、あのやっぱりちょっと成立の仕方とかも、はい、こう国会スキーとしてはみたいな感じなので、なの でやっぱりなんかあの今ねちょうど折しもあの本当にあのコロナウイルスが本当に世界の猛威となっていますけれども、チャーター機がねいよいよ本当に、あ、そうですね、あのそういったことも本当にあの特定感染症というか、今日本当にあのコロナウイルスがね本当に、まあ、そういったことも昼に安倍総理があの緊急で声明を出しましたよね。はい、だからやっぱりなんていうんですか、そういう時に、まあ、しみじみと思ったのがオリンピックが終わった後の景気浮上、あのインバウンド政策の一丁目一番地にカジノを持ってきてるっていうんだけど、ひとたびこういうやっぱりあの感染症の世界の猛威にようなね、こういった災害っていうかこういったことが起きてしまうとですね、やっぱり日本にやってこなくなりますよね、まさにインバウンドの皆様が。そうなんですよね。あのもう今日なんかね、日経さんの記事だったかな、読んでて、こんなに中国の人から、はい、あの観光客が日本に来てるんだと思って、まあ、要は結構インバウンドをいっぱい呼ぶってのが今政権の目玉だとしたら、はい、こんなに頼りにしてる状態みたいな感じではちょっとあったので、それで中国でこういうことがあったり、あと前に沖縄の議会聞いてる時だったか、沖縄の話聞いてた時に、はい、沖縄の観光客が一番減った時で、はい、9.11 のテロの時だったそうで、うん、そういうなんか世界がちょっとなんかあると、うん、観光客の人ってそうバタって止まっちゃうんだとか思うと、はい、そこに頼る政策でなんか景気良くしようっていうのもちょっと心配になりますよね。はい、あの私ちょうど911ぐらいの頃っていうのはまだちょっとこういう政治アナリストになる前、前職の仕事をしている時だったんですけど、うん、まあ、ちょうど911が起きた直後1ヶ月後ぐらいっていうのイタリアとかにいたりしたんですけど、うん、本当にもう
フィレンツェとかベネシアとかで、あの観光客が歩いてないんですよ。ああいうところでも、あれもすごく多いところですよね、観光客が。一番多い、そうなんですよ。911があった9月なんていうのは、例えばベネチア映画祭とかがあったりとかですね、フィレンツェの11月頃なんていうのは展示会があったりとか、まあ、非常に人が歩いてなきゃおかしい時期なんですね。まあ、観光、紅葉も大変綺麗ですし、ところがもう本当に街が閑散としているのと、さらにあの当時のなんて言うんでしょうかね、米イラク戦争許すまじみたいな感じで、あの、そのアメリカの軍事産業に反対だみたいな感じで、こうイタリアの方々はものすごいこう、なんとなくアメリカ製品不買運動みたくなってたりとかですね、なんかそういう感じ の、うん、あのまあ、デモが歩いてたりとかですね、例えば米系のクレジットカード会社のカードをボイコットされたりとか、イタリアのお店とかがね、凄まじいんですよ本当に、うん、で、まあ、あのそういうのでなんか電車が止まったり、なんかもういろいろそういうのがあって、本当に移動が出張の時大変だったんですけど、こう世界が、まあ、やはりテロの脅威だとか、まあ、今回のこういった感染症もそうですけど、ひとたび何かが起こると、やっぱり今世界ってすごくボーダレスで地続きなんだなって、まあ、歌丸さんの ね、お話も。で、あと本当にすごくローカルな話になるんですけど、あの私はご縁があって山形もあの行ったりとかするんですけど、その山形で江戸時代1700年前、320年前にできたデパートが、日本で3番目に古い大沼デパートさんというのが今日あの破産申請というか、もうこれも衝撃でして、もう山形市内の本当に中心部にあるんだけど、三越だとか松坂屋ぐらい古いですね。1700年ってまだみんな生まれてませんよ、江戸時代です。まあ関ヶ原が終わって、まあ、元禄時代ぐらいですね、徳川綱吉公ぐらいの時代なんですけど、このぐらいの時代にできて、なんで山形が日本で3番目かっていうと、紅花貿易、近江商人が北前船で紅花交易をして、あのおしんのふるさと酒田とか山形市っていうのは、実は近江商人が作ってた町なんですね。でその豪商が作ってたのがあの大沼デパートだったんです。だからやっぱりこうそういう地方が潤わないと、本当に地方創生とかだって安倍総理がね言ってきた政策だけど、地方だって潤ってないのに何がカジノだって、私はすごく今日なんかちょっとプルプルと国会を見ながら思ったんですよね。そうですね、本当に横浜と大阪にできちゃったら、うん、はい、地方創生と関係なくなるよねみたいなところはありますよね。そうなんです。だから長崎ぐらいだったらまだ分からなくもないんだけれど、うん、それでも長崎だってまだ都市都会っていうかね、基地の方じゃまだ人が多いところだと思うんだけど、はい、不思議だな、最初に言ってたのと話が違うなとか思うんですけどね。そしてあの沖縄や北海道もね、カジノはもうやらないっていう風にね、うん、こう自治体としてもおっしゃってますから、うん、そうすると日本でそういうインバウンド的な、やっぱり日本にいらっしゃる方は京都にいらしたりだとか、北海道のね、あのパウダースノーでスキーをするだとか、カニを食べるとか、うん、やっぱり日本食を楽しむとか、そういったあの本当日本の富士山とか綺麗な風景を見るとか、そういったことにあれしてるから、まあ、枝健二さんも言ってますけど、まあ、カジノわざわざ日本に来て一番目にやりたいアトラクションがなんかカジノって感じはしませんよね。ないですね。でもなんか、うん、そっかの方面だとカジノに来た人がそこから、うん、全国あちこちの観光地に行くんだとかって言ってたんですけど、いやないよね、ないないないやっぱりって感じでね。で、まあ、あのだからちょっとやっぱり無理筋かなと。まあ、だからもうちょっとなんかしっかりそのオリンピック後2020年代の後半をどうやって私たち生きてるかっていうのを真剣にもっと政府に考えていただきたいですよね。そうです ね、うん、そう、観光はちょっとやっぱりいつだっていいわけじゃないんだなっていうのはね、うん、今回の韓国のことといい、中国のことといい、あ、なんかなかなか難しいんだなと思ったので、もっとやっぱりきちっとこう内需っていうのをなんか日本でもう大丈夫みたいな風なことも考えないといけないんじゃないのかなとかっては。それからそのインバウンドに頼りすぎてるっていうところで言えば、あの今本当に中国からの観光客がね、今ちょうど春節を迎えたわけですけど、春節で本当はインバウンドでたくさん日本の観光地にいらっしゃるはずなのが、飛行機飛ばなくなって、このね、あのコロナウイルスで来れなくなっちゃった方々たくさんいますよね。ですから、そうですよね、ものすごいこう旅行会社さんとかホテルとか大打撃だ、世界、あ、日本中の観光都市がね大打撃に今なってるわけなんですけど、やっぱり なんていうのかな、
そういうだから外国のインバウンドだけに頼る政策に地方も、国も依存しすぎるとやっぱそこも危険ですよね、うんうん、これいい機会だから、うん、まあ、それだけに頼るんじゃない風にもちょっとね、そうそう、着眼って持ってってくれれば、そうです、そういう話も国会で聞ければ、うん、そうそう、でやっぱり今中国の方アジアの方がいらっしゃるのは相対的に日本が物価が安くて、こうね、シンガポールや中国からいらっしゃる方なんかも日本がすごいお得感があると、うん、だまあ相対的にやっぱり日本があの貧しくなってきているっていうことだ、私たちのまず生活を良くすることをしてほしいですよね、うん、だからなんか憧れて日本に行くなの、なのか、うん、どうなのかちょっとよくわからないところが、お買い得でもう食べ物は安いし何やってもホテルも安いしっていう感覚で、うん、だから日本をセレクトしてるって方が今多いんですよね、ね、なんかそれだとちょっとあれ思ってたのと違うかもみたいな、ね、なんか昔と違うんだなみたいな感じは、そうですそうです、例えば本当にあの土日の銀座とか祝日祭日の銀座に行きますと本当に昔は銀ブラなんて古いつの時代だって感じですよ、私のおばあちゃまとかうちのママが青春時代ぐらいになると思いますけど、私の母のねそのぐらいの頃だけど、こう銀座にお買い物に行くって銀ブラなんて言われてた時代だけど、今はもう本当にあのね外国人の方がたくさんお買い物してて、日本人の普通に銀ブラしている人を見つけるのが少なくなってきてるって感じですからね、うん、なんか中国のなんか外線車が走ってたのに私びっくりしましたね、マイクロバスとかでねいらっしゃったりね、そうそう、なんか中国語の外線車というか、なんか選挙みたいな、うんうん、選挙とか候補車が、はい、走ってて、なんでこんなところ走ってるんだろうと思ったけど、はい、でもよく考えたら中国人の人がいっぱいいるから、うん、ああ確かに効果あるかもしれない、中国人言えないこと言ってるのかもしれない、うん、中国語だから分かんないんですけど、うん、あそういうことかもしれないとかってちょっと不思議に思いましたね、はい、あんま行かないんですけど、はい、いいかなんかそう、いやでもまあ本当にそういう中で、あのコロナウイルスといえば早速あの大野知事ね、ミスター危機管理、はい、大野知事はもう早速埼玉県民の皆さんの安全を守るということで、このコロナウイルスに対して埼玉はどうするかということを今日会見なんかでも話してて、歌丸ちゃん大野知事大ファンなんですよね、大ファンですね、知事前からファンです ね、もう本当にあのね、私と歌丸ちゃんの出会いはこうツイッター上では出会ってたんだけども何年も前から、だけどなんだろう、あの歌丸ちゃんと会ったのはね埼玉県知事選の暑い夏でしたねそうですね、本当埼玉の人が羨ましいぐらい大野さん素晴らしいと思うので、うん、これからも頑張っていただきたいと思います、うん、まあだからそういうやっぱり素晴らしいリーダーに日本を導いてもらいたいし地方も導いてもらいたいって思ったところでまた話を国会に戻しますけど、はい、まあちゃんとやっぱり国民が納得する答えをね、ちゃんとまず質問には答えてほしいですよね、予算以下一問一答形式なんですからね、うん、そうですね、だからあのなんだろう、今このまなんか今ちょっと行政が、きちっと説明できない状態が実は続いているので、あの今はみんなそれでもよくても、うん、ずっと将来に禍根が残っちゃうんじゃないかと思って、うんうん、で私たちがこう年金って言うとすぐピクピクってきちゃうのは、うん、年金記録のことがあったからで、それが他のことにまで波及しちゃったら行政が信用できないっていう人がこの先増えてきちゃったら本当国が成り立たなくなってしまうので、そう、ね、いいやとか安倍さんの時だけとか、うん、そういうことじゃないんだよなって私は思って聞いてるんですけど、であとああいう感じでお答えをする大人っていうのがいいやって思っちゃうと子どもたちのね良い子たちの手半にもなりませんよね安倍さんもあんな感じに言ってるからまあいっかみたいなね私もいつも安倍さんの答弁聞いてると、うん、あ私がそんなこと言ったらお母さんに口答えすんなパンパンみたいにされるとか羨ましいとかって本当ですね、なのであのそう、うたちゃんのママンですね、はい、まあだからやっぱりなんかこの国は相対的に劣化してるんですかねって思っちゃうので、そう思いたくないので、みんなも国会にちょっとでも興味持ってもらえれば、あこれじゃ良くないよとかって思っていただけるかなと思うんですけど、うん、はい、でここからはね、そんな歌丸ちゃんがあの国会ウォッチするのはこういつぐらいから国会ウォッチし始めたかとか、
あの皆さんこう初心者の皆さんとかにもこう予算委員会なんかこういうとこ見とくのポイントだよとか、歌丸ちゃん的国会の見方おすすめみたいな話をちょっとぜひしていただけたらと思うんですが、そもそも国会ウォッチ始めたのは、趣味は国会ってもう何年、かれこれ何年ぐらいの趣味なんですか？国会を見るのが好きなんだなと思ったのは、やっぱりインターネット中継がきちっと始まって自分でインターネットで見られるようになってからだと思うんですけど、はい、うん、それまではその予算委員会とかテレビ中継をひたすらの VHS に3倍で録画して、はい、6時間で最後が入らなかったりとか、うん、夜中に見たりとかするのをしてましたね。でも最初に国会をちゃんと国会を見るんだって意識して見たのが小学生の時からなので、うん、ですね。だけど話を聞いても分からなくて、うん、もう分からなくてもいいと思うんです。国会なんてやってることとか言ってること、うん、分かる必要はないと思うので、はい、ただ国のことがここで決まってるんだっていうところからだと思うんですよね、うん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 、で話聞いてれば同じ日本で暮らしてるんだから、あ、その話分かるとか、あ、知ってるとかっていうことって絶対出てくるので、はい、そこからでいいと思うんですよね。全部理解しようとか思う必要は、うん、そうですね。言葉がね、だって全部あの国会って結構専門用語とかが多いですから、はいはい、例えば召集とか招致とかこうね、どう違うのかとかそうです ね、例えば五国説明しますって、五国説明しますって漢字で書けます皆さん五国理事会に説明、ね、とかね、皆さん分かんないことの方がどちらかと言うと多いし、ね、すごい不親切だとも思うので、でも好きになればそれを調べるのが楽しいですよ、はい、確かに。でもそこまで行かなくても、はい、本当にあの仕事の片手間に聞いてたりとか、うん、お家帰ってきたらその日の誰か一人時間、特に衆議院なんか、はい、質疑時間の右側に何分ってアーカイブで出るので、うん、はい、一番短い人だけでもいいからとかいう感じでちょっと聞いてもらえれば、うん、え、こんなこと喋ってんのとかってこともあると思うんですよね、特に予算委員会はテレビでやるからそういう、なんていうの、目立つことしかないですけど、普段の常任会とかだと、あ、こんなことを国会で話してるんだとか思うことも結構あるので、うん、興味持ってもらえたら嬉しいかなと思うし、はい、やっぱり誰か聞いてるって思えば議員さんも頑張ってくれると思うので、一番はやっぱそれですよね。そうですね。なんか、うん、あの歌丸ちゃんのツイートってなんか私すごく愛があったり、国会心底好きなんだなって、なんとなくこう歌丸ちゃんというこう生物体がまだお目にかかる前とか、この歌丸ちゃんというアイコンが裸足で走り回ってるようなイメージを勝手にあの国会の赤絨毯を走り回ってんじゃないのかみたいな、なんかこう座敷わらすみたいに勝手にそんなイメージがあったんですけど、実際お会いしたら座敷わらすみたいな良い子でした。いいですよ、本当に走り回りたいですねそうそうそう、なんかそんな感じでキャッキャッとしてるらしくって、なんかこう国会のそこかしこに歌丸ちゃんが言ってくれるような感じがして、だからなんかあのちょっとこうね、あの国会中継見てたりとか、まあ、たまにあのあと傍聴したりとか私もするんですけど、あのやっぱりなんだろうな、あのこう見ながら、あ、こういうシーンのとこ歌丸ちゃんはどんなことを考えながら今眺めてるのかなと思って歌丸ちゃんのタイムラインとかを見ると歌丸ちゃんがあの喜んで書いてるからあのなんか大西さんといえばジャパンライフとかちゃんとね国会中継解説してくれてるんで、歌丸ちゃん的な解説で解説してくれてるんで、またにまっとしたりとかそうですね、ちょっとこうもうナウナウって感じなんで、もういよいよ始まったぞみたいな感じで、なんかやっぱり私も安倍さんの質疑とか、はい、安倍さんの答弁とかで文句ばっかり言ってるようだけど、まずはやっぱり、うん、あの嫌な思いするために見てもしょうがないので、まずは楽しいと思わないと、ね、なんかね、まずはしっかり表情とか顔色とか私眺め与野党の方の眺めたりとかしてて、うん、あのちょっとマニアックなんですけど、サッカーとかスポーツのサッカーとかをスタジアムとかで 見たりとかするとボール持ってる人が面白いんですけど、ボールを次にどこにパス投げるかなみたいな感じ、私あの国会とかで質問に立ってる人の横に座ってる人とか後ろに座ってる人とかも何気なくこうつい観察しちゃうんですよね。ああ、なるほど、うん、そうだからあのその顔の表情とか見てるんですよね、意外とそういうこう安倍さんに対して質問してる時のこう与党の先生方の顔とか見てると面白くって、あ
こういう総理が答弁してる時に思いっきり顔が映ってんのって嫌だなとか。わかります、あの今予算衆議院の予算委員会の質疑者の後ろに座ってる秋元さんと同じ名前の秋元さん、うんうん、なんか顔芸結構面白いですよね、うん、見るとハマっちゃいますね。秋元って呼び捨てにしないようにとか今日委員長とかに言われてて、私もあんなの初めて聞きましたね。あのそう、ねえ、なんか例えば宗男さんがそういうので揉めてた時に、うん、鈴木さんっていう議員の人はどうしてたのかなとかってすごい考えちゃいました。そうだからなんか聞いたことないよとかって、秋元司とかフルネームで言うんじゃない。だからそういうところの国会もね、あのなんかこやっぱお行儀よく言うっていうかね。そうそうそうね、だから国会風に言えば歌丸ちゃんじゃなくて歌丸くんですね。そういえばね、歌丸くんだしね。私のこともチャオくんって呼んでくださいね。歌丸ちゃん本当に、でも今日のその秋元さんのびっくりしましたね、うん、そんなことあるんだとか思って、うん、そうですね、本当に国会はルールがよくわからないので、なんか秋元さんは秋元さんだろうとかって思うんだけど、うん、あ、そこにいる秋元さんがそれは納得できないんだとか思うと、すごく面白かったですね。いやだからそういういろんなこう国会ってやっぱりスケジュールがあって、それからルールがあって、で独特のそういうまああの お作法というか型もあるんだけど、まあ、でも まずは自分がね感じてしっかりじっくり聞いてみることですよね。そうですね、うんうん、あのじっくりじゃなくてもなんか聞き流すでも、うん、聞き流しててもいいですね。聞き流してきて、うん、でも耳に入ってきたフレーズとか言葉をすごくそこから拾ってってでもいいですしね。うん、そうですね、本当に、なんか聞いてるって分かんなくても全然いいんですよね、むしろ分かんないことの方が多いと思うので、普通に暮らしてたら分かんないことの方が多いと思うんですよね、だいたいあの今日野党のヒアリングに行って、内閣府の人はちょっとでも選挙のことだったら全然分かりませんとかって答えるぐらいだから、分かんなくないよねと思うんだけど、やっぱ所管じゃないことは知らなくて当然みたいな顔して答えてますからね。そうそう、今日あの4700万円、あれあの本当に河合夫妻ので野党合同ヒアリングでも呼ばれてたんだけど、総務省の選挙課の方が、まあ、そこで約4700万ぐらいがあの広島県における法定選挙費用みたいなの出てて、まあ、でも4700万に対して1億5000万が支払われてたとかね、そういうやっぱ差額とか金額って分かるってこともすごく可視化されていく上で歴史は大事で、だからやっぱ一つ一つ事実を突きつけていくっていう場、エビデンスを取っていく、そしてまたそこが議事録も残りますものね。そうですね、でこれが大事ですね。今日なんかあの比例参議院の比例、はい、全国区の人が一番使った人でも3000万とかだったら、はい、じゃあすごいんだね河合さんはとかみたいなふうに思ったので、あの1億5000万って金額は私の中でもあの本当に北海道知事選とかですね、沖縄県知事選とか、こう政権の命運をかけるような大型選挙ですよね、全国区の人って全国だから一番大変なわけじゃないですか、はいはい、その人たちですらそんなに使わないのに、まあ、3000万って結構大きいと思うんですけど、はいはい、の激戦区で普通私も参議院の1人区なんかだと3000万とか5000万とか、緊急応援のお金っていうのが与野党入るっていうのはなんとなく相場としてこうなんとなくこう見てるってことはあったんですけど、それはもちろんあのその政治その候補者本人に直に入るってことは、それぐらいざっくりあの党が入ったり総額でですよ、そんなイメージってあるんだけど、だけど河合さん一人に1億5000万は確かにやりすぎな感じがしますね。であの二階さんがあっさり出したって認めて、で今日枝さんがそういえば幹事長の一任ではやらない総裁に相談するって言ってたから、あらあらとかって後から思ったし、結構面白いですね。面白いですよね。そしてあのやっぱり私は一番ツボにはまったのは、個人的にね、チャオの YouTube 見てくださいね、河合案里様のね発言、あの河合案里さんの発言結構チャオあのウォッチしてるんですけどあの本当にあの1億5000万が文春法された翌日のね、あの本当国会初日いただきましたが違法ではありませんって、もうあのなんかもうあのアンリ様の言いっぷりがね、いただきましたが違法ではありませんってこう言い放つ感じっていうのがマリアントワネットみたいで面白かったですね。
あ、そんな感じなのか。うん、そうなんです。まあだからいろんな、あのやっぱりあのワチャオの最近は IR 汚職とかカワイアンリ問題大変オタクだと思いますけどあのなぜそこを見てるかっていうと、やっぱりあのこれ非常に歌丸さん、こんなね、あの前法務大臣があの家宅捜索されるとか、多分国会ウォッチャーの歌丸さんでも経験がないと思うんですね。まあルタ君にも、あなたあの生まれてこの方国会議員が逮捕されたのって見たことあるって、いやあんまり記憶にないですと、まあまあ、ちっちゃい頃にだからその宗男さんが逮捕された、本当にね、まあ、ルタ君が生まれたぐらいの頃なんかに、うちのインターンの子なんかもね、やっぱりそれぐらいないことが今起こってるんですよね。そうですよね、安倍政権っていうのはね、あのこの令和2年はねやっぱちょっとそういう、こんなにね家宅捜索されたり事情聴取される国会議員がオンパレードでいるっていうのもね、そうですね、ちょっと週刊誌でなんか叩かれてるとか書かれてるとかっていう話じゃないですかね、うん、今のとこちょっと前代未聞が起きすぎちゃってて、みんなそういう前代未聞にこう慣れすぎちゃってる世の中になってるんじゃないかなっていうふうに、そうですね、本当だって私もっとこんなのワイドショーで昔だったらすごい取り上げたと思うんだけど、うんうん、もうやらないんだなみたいに思って、なんかやっぱ麻痺しちゃってて、これがだんだんこう森友があったり家計もあったりいろんなものがありすぎて、うん、みんなの感覚が麻痺しちゃったのか何だかよくわからないけどとにかくね、やっぱりこうおかしいものはおかしいっていうのに、やっぱり皆さんもう一度気がついてくださいっていうのもとても思うし、あ、ね、うん、令和2年歌丸さんの声が聞ける日本が来るとはっていう風にね、今コメントいただいてますけど、うん、そっか、歌丸さんをタイムラインで皆さん見ることがあってもね、あの歌丸さんに触れるってことはないですもんね。もうあの歌丸さんこう可愛らしいのよね、この鈴を転がしたような声でクシュクシュクシュって笑ってくださるんで。そうかな、なんか声だけはとか言われたことがある、声だけは可愛いとか言われた、うんうん、だけね、だけそうねみたいな感じで、ね、地方議員の先生方とかお会いすると、歌丸ちゃんと仲いいんですよねって、はい、もう僕歌丸さん愛してますからとかで言ってね、地方議員のあの先生たちにも大ファンが多い歌丸さんですけど、うちのインターンたちにも大人気です、ね、本当に。だからあのね、でもそうだな、だからまあどこからでもいいけど、こうなんとなくあの自分目線でいいから、国会、まあ国政もウォッチみんなでしていきましょうよって感じですかね、歌丸さん。そんな肩肘張らなくていいんですよね。そうです、絶対そうです、無理することないです、全部見なきゃってこともないし、そう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 、なんかいいんですよ、本当に自分が知ってる国会議員のさん、国会議員さん一人だけ見ようとかでも全然いい、うん、全然あのマニアック的な趣味でいいんですよね、うん、あのなんか歌丸銘柄だね、歌丸さんが好きな政治家さんもいれば、チャオ銘柄、チャオが大好きな政治家もいるしそういうのでいいんだと思うんですよね、うんうん、何人か聞いてれば、あ、 この人結構好みとかって出てくると思うし、ね、私もやっぱり与党でもダメな人いるし、野党でも、あ、この人質疑はいいや飛ばしちゃおうって人もいるので、やっぱり好き嫌いはあります、人間だから。ありますよね、人間だから、わかる、うん、それ、そう、だからダメな人は無理する必要ない、と思うし、で好きな人っていいなと思えば何回も聞けばいいと思うし、うん、もう多分それはあのクラシック好きな人がこれ何度も聞くとかね、落語が大好きな方がこのね、この方のあれをいつも聞くみたいな感じで、私たちは国会を見てますよね、うん、一回聞いて分からなければもう一回聞くのもしょっちゅうだし、うん、もうあの私の中ではこう野球みたいな感じで、あ、今日の先発枝健二とかもそういう感じで、そういうのありますね、全然、全然野球みたいって、うん、私もこの間野球みたいって考えましたね、うん、あ、トレードとかあるんだとかって思いましたね。そうそうそう、今井さんとかになってくると、やっぱりこうなんかこう5番ぐらいとかね、なんかこう野球で言うと今井さんはちょっと卑怯な手を使うタイプの、うん、そうそう、なんか汚れ役任されてるなとかっていつも思って、本当はこんな質問がしたいわけじゃないんだろうなとか思ったりもするし、うん、結構キャラクター立ってる人多いので、面白いです。うん、だみんなこう演じたりとかね、あとあの黒岩さんを逆切れしたり、あの救命返ししてみせたりとかね、あの叫んでみせたりとか、うん、なかなか黒岩さんはでも結構安倍さんが救命の話にしたいのに乗らなかったところ、結構偉いなと思いましたね、うん、そうそうそう、
結構安倍さんに引っ張られちゃう人多いので、あそこで乗らないんですね。あ、乗らないんだと、結構スルーしてると思ったけど、で、言いますけど、みたいな感じでね、ちゃんと言ったので、あ、よかった、とか思いましたけど、結構、黒岩さんも、あ、なんか、ヒアリングの時は結構一生懸命まとめ役やってるから、あれだったけど、結構聞きた、なんか、いろいろネタ持ってたんだな、とか思って聞きましたね。はい。まあ、だから、結構、だから、こう、いろいろ、まあ、お互い双方こうね役者ぞろいだったりするんで、うん、そういうのこう見てたりすると面白いですよね。そうですね。だからやっぱ答弁聞いて腹が立つなとか思っても、うん、それは安倍さんに かわされてるとかいう考え方もあるし、うん、やっぱり質問してるからそんな聞き方じゃダメだパンパンとかっていう時もあるし、だから、やっぱり本当議論が好きな人にはたまらないと思うんですけど、はい、ね、議論が好きってのがすでにもうちょっとおかしいのかもしれないんだけど、うん、本当です。いやまあでも本当に話は尽きないんですけれど、歌丸さん最後に、はい、今国会まだ始まったばかりですけど、今回の通常国会、まあ、冒頭どこを、まあ、最後にここ注目して見ててでとか、ここおすすめだよとか、ちょっと今週のなんか歌ちゃん的な注目ってどこら辺ですか？今週はもう補正が、そうですね。ですよね。そうですね。なんでまあ、ちょっとまだ参院がどんな感じになるかわかんないですけど、うん、明日は割とちょっと、国民民主党の方がね、うん、前原さんあたりは、うん、どんな議論やってくれるのか、まあ、やっぱり中東の自衛隊派遣とかそういった安全保障的な話もされたりとか手堅くされるんじゃないですかね。そうですね、マヤルさんだとやっぱその印象が強いんですけど、マヤルさん結構財政の話面白いので。あ、そうですね。今回全然まだ財政の話が出てないので、ここも頼むよね、ちょっと野党とか思うとこはありますね。桜とか、ちょっと政権に問題が多すぎると、そっちに注力してしまうので、まあ、その中途派遣もそうだし、アンダルも桜もそうだけど、そっちになっちゃうと本当にやんなきゃいけない社会保障とか税制とかがどうしても後回しになってしまうので、だいたい予算で補正予算がこんな2日間で通ってしまうことの方が大問題だと思うんですけど、大問題なんですよ。だってもう早くも30、31とかで通過してっちゃうわけですからね。額が大きすぎる、額が大きくても2日審議やったら終わりっていうのはもうね、テンプレみたいな感じで決まっちゃってるので、まあ、はい、本当に残念です。本当にもったいないです。はい、まあ、まあ、でもね、今月中に収めないと2月からの、はい、本予算の審議ができないっていうスケジュール的なものもあるので仕方ないんですけど、はい、まあ本当そうですね。今年は特に通常国会150日でお尻が決まってますからね。オリンピックと都知事選があるから、だからやっぱりこの前半はね、こう危なげなくやりたいはずなのに、もう早くも問題がたくさん吹き荒れているというね、はい、消火山がたくさんみたいな感じで。そうですね。だから提出法案も少ないし、はい、ちょっと国会自体の議論がすごく低調なので今、はい、今だそうですね、なんか、これ低調でも委員会全部聞ききれないという悩みがいつもありますけど、一時に比べたら本当に対決法案とかでも審議時間が短くなっちゃってて、ね、これはどうしてかなって今私も結構考えてるんですけどね。本当です、もういろんなことに明るい歌丸ちゃんで、なんか歌丸ちゃんもぜひ YouTube とか作ってみたら、歌丸チャンネルとか作ってみたらどうですか？ないです。歌ちゃんとかどうですか？でもちょっとなかなか歌丸ちゃんで、こう本当にこう座敷わらせみたいにね、良い子のところにはたまに出てきてくれると思うんで、またちょっと歌丸ちゃんになんていうのかな、またぜひお出ましいただこうかなと思ってるんですけど、はい、なんか面白いことがあって、なんかお話できそうだったらぜひ呼んでください。あ、ぜひぜひ呼びたいと思います、本当に。ありがとうございます。うん、じゃあということで、はい、歌丸さん、良い子の皆さんにラストメッセージで、また通常国会一緒に乗り切っていきましょうという感じ でそうですね、眠くなっちゃったら寝てもいいと思うんです、国会は、はい、議員さんはダメだけど、うん、私たちは、聞いてらんないや、寝ちゃえる、お昼寝しちゃえでもいいと思うので、うん、
ちょっとでも興味があったら、聞いてください。うん、でも、聞いてくれてる人は聞いてそうですよね、もう。うん、聞いてる。そう。今日もたくさんの良い子聞きに来てくださいました。なんか、あの、うん、職場とか学校とかお友達とかにも、なんか変な人って思われてもいいから、うん、国会楽しいって言ってみてください。うん、そうですね。私、親戚とかにも言ってるんで。うん、歌ちゃんと行く国会ツアーとかね、なんかまたあの歌丸ちゃん茶を企画でなんか飲み会とかもやりたいですよね、みんな。いいですね。本当にそういうお花見とかね、桜を見る会の頃にお花見もしたいわね、本当に、ね。いいですね、もう桜を見る会を見る会をやりたいですよね。桜を見る会を見る会とかね、歌丸ちゃんを見る会とかね、まあ、いろいろあのネタは尽きないと思うし、楽しくみんなであの、ね、令和2年のね、第201回通常国会で盛り上げて、行きたいと思いますので、はい、またぜひ、はい、あの歌丸さん政局ウォッチナウにもチャオのとこにも遊びに来てください。あ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。遅くまでありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。それではチャオです。あの歌丸さん、はい、電話を切った後にちょっとまたあの歌丸ソングじゃないけど政局ウォッチナウソングを最後にかけたいと思うので、笑って聞いてやってください。あ、はい、わかりました。ではありがとうございました。はいはい、はい、お疲れ様です。失礼します。チャオです。歌丸さんでした。チャオです。はい、ということで良い子の皆さん、歌丸さんでした。いかがだったでしょうか。面白かったですね。いやー楽しかったですね。ということで今日は政局ウォッチナウと歌丸ちゃんでした。最後にね、あのちょっと政局ウォッチナウ出来たてほやほやソング、これを今度チャオの声でも歌わなきゃいけないんですけど、デモテープができてきて、ちょっと作詞作曲の先生がなんか作ってくださったという、なんだこれはというね、あの子供のアニメのソングかこれはっていうような歌丸ちゃんっぽい曲ができたので、ちょっと流したいと思います。